の中里が苦戦している。どうなってんだ。それは分かってるんですけど、やっぱり自分の車を使うのがルールかなと思って。そんな大げさなもんじゃないけど、正直言って気合入んないっていうか、やる気出ないっすよ俺。超やば、ゾッとするぜ。俺が負けるって断言しやがったからな、気になってしょうがねえんだろ。たまんねえな、この息苦しい感じ。ポーズにもすごい数のギャラリー出てたよな。ふん、やれやれ始まったぜ。たけしのバカの一つ覚えだ。うるせえ、事実だろうが。ドリフトを卒業した走り屋がグリップで走るのが一番早いのさ。FR でドリフト決める時代は終わったんだよ、秋名の86。この俺が引導を渡してやら。俺にもはっきりしたことは分かんねえけど、ちょっと見ただけでもただもんじゃないよ、このエンジンは。はあ。キャブレターもいいのついてるし、タコ足もえぐいよな、このうねり方。ファイブバルブの新型をベースにどこまでも回るわけじゃないから、使える上限の回転数をちゃんと把握していなければ前回バトルは無理だ。お前の親父さんなら知ってるはずだ。それを聞き出しておかないと。蓋を取り付ける作業なんてそう難しいことじゃないけどさ、一つだけ引っかかることがあるんだ。いいのか、タグミ。親父さんに相談もなく勝手に車いじることになっちまうけど。そういうことなら全面的に協力するよ。よし、あとはボルトで固定するだけだ。パワーがないなんて納得できないよな。親父か。どうすんだよ、ブルタ。予定では1ヶ月くらいかかると思ってたんだけどな。どうしようかな。もう一つ、匠からのリアクションが足りないっていうか。あ？テグで乗りこなそうと熱心に走り込んでるのはいいんだけど、もうそろそろ気がついてもいい頃なんだよな。ま、もうちょっと様子を見るか。俺を本気にさせてくれる相手がいるとはな。そんだけ早ければ相手にとって不足はないぜ。頭の中が真っ白に、俺と GTR の敵じゃなかったということか。手加減しねえぞ。妙義にはこの中里武史がいるってことを忘れるなよ。こちらゴール地点、一般車はいないぞ。いつでも OK だ。熟練の走り屋にはオーラが漂うからな。とんでもねえバカが世の中にはいる。仕組みはやるの目立つだけの遅いドリフト遊びは俺の趣味じゃねえ。一発でジャンプをクリアしてきやがる。その芸術的なコントロールが速さにつながっているかは疑問だぜ。
来やがったぜ。だけどこれで勝ったと思うなよ。このままゴールまで突っ走るぜ。どうなってんだ三つどもえって。群馬最速決定戦になっちまうのかよ。あの調子なら思ったよりやるかもしれない。やっぱ他流試合は楽しそうだぜ。バカな姿勢。ドリフトを卒業した走り屋がグリップで走るのが一番早いのさ。もう終わりかよ。強いマシンだぜこいつは。速いだけじゃない、頭いい。峠の走り屋はそんなもん俺は認めねえ。いいですね。もう文句のつけようがないですよ。これから先は感性の領域っていうか、ドライバーの好みの問題になっちまいますね。お前の好みに合わせてやるよ。どうしたい。そうですか。でもこれだけ戦闘能力のある車にそこまでやる必要があるんですか。相手は素人だったのに。報道レースだからって手を抜いたらやる意味がないんだぜ。いいかと思い、余計なことは考えず本物のレースと同じ気合で走るんだ。止めざるを得ないぜ。怖いもの知らずっていうのはもう待てねえ。そろそろ行くぜ。もうじきゴールが見えてくる。まだチャンスはあるはずだ。これは俺の卒業式なんだ。今度こそ引導を渡すぜ。まさか、この立ち上がるスペースを塞ぎやがった。抜かれた、だと。くそ、どうすればあれほどの技術が身につくんだ。そろそろ GTR の弱点がたけしに牙を抜く。くそ、どうすればあれほどの技術が身につくんだ。この俺をここまで追い詰めるとはな。なめてんじゃねえぞ。とんでもない奴がいる。